気がすごかったっすね。外国人とか結構来てて、すげえ暴れ方がすごかったっすね。モッシュになってブレスレットがなくなりました。1枚がリミックスで紫ビーツっていうファックスワグのビートを作ってくれた無限スクワットっていうグループの人なんですけど、にその人好みの曲とかなんかいい感じにリミックスしがいがありそうな曲をリミックスしてもらったのが1枚と、新録の新しい新曲たち1枚って感じです。心地のいいアルバムではないですね。内容も音もだし、聴いてて気分が良くなって気持ち良くなるようなアルバムっていうよりは、ズシーンってなるような幸せみたいな曲はないですね。アートワークは韓国のアートディーラーっていう人にお願いしたんですけど、アートディーラーはいじまって曲のビデオをやったり、ありがとう、ありがとう、俺は俺の足で歩く、綺麗な靴また汚しまくる、シューレース外す、エアフォースワン、それかボロい。すごいアートディーラーの作るものの世界観がダートとかダート2にすごい近くて、それでお願いして一緒に韓国行ってこう作ったり、アートディーラーが日本に来て一緒に作ったりしてできた感じですね。これが DVD とかネックレスとか全部入ってるパックで、アルバム入ってて、リリックブックと DVD とネックレスとライブのコンサート&ギャラリーのチケットが入ってるって感じです。今後はアルバムがとりあえず終わったんで、アメリカ LA に行って曲作ったり遊んだりして、でパリとロンドンでもライブがあるんで、それでライブして7月に原宿でコンサート&ギャラリーがあるって感じです。